マイスタージンガー、ドイツ語、マイスタージンガーは、中世から近世。マイスターは、親方、ジンガーは、歌い手であり、日本語では、食卓美歌人、親方歌手などとなる。マイスタージンガーは、ドイツ各地の宮廷を変歴していたミンネゼンガーたちが、中世貴族の没落に伴って都市に住み着いたのが、始まりと考えられている。から世紀にかけて、 ニュルンベルクをはじめとする南ドイツの諸都市を中心に、手工業者の親方や職人、徒弟たちが組合に集い、詩と歌の腕を磨き合う文化が栄えた。マネッセ写本の挿絵に描かれたフラウェンロープ。イニシエの十二人のマイスターの一人で、マインツで歌学校を創設したとされる。メイスターサンクの子が文献に登場するのは十三世紀である。この頃の中世の詩人たちを、 マイスタージンガーたちは、イニシエの12人のマイスターと呼び、彼らの子祖として青いが、イニシエの12人のマイスターは、14世紀、ビュルツブルグの詩人ルーポルト・ホルンブルクが選んだものが、起源とされ、以下の通りである。バルタンフォンデア・フォーゲルバイ・デボル・フラム・フォン・エッシェンバッハ、ライン・マール・デアル・テ・フラウエン・ロープ、コンラート・フォン・ビュルツブルグ・コンラート・マルナー・ハルトマン・フォン、 アウェ・ハイン・リヒ・ホン・ミューゲルン・ライン・マール・フォン・ツベター、ブルーダー・ベルン・ハー・フリード・リヒ・ホン・ゾン・ネンブルク・ボッペ。ただし、この名簿については後世に異動が生じており、以下の人物も、イニシエのマイスターとして数えられる場合がある。このうち、フラウエン・ロープは1315年頃に、マインツで最初の歌学校を開いたとされる。とはいえ、歌学校が記録に現れるのは、16世紀初頭からで、 ある。ニュルンベルクのマイスタージンガー組合流星紀を支えた、ハンス・フォルツ代表的なマイスタージンガー、ハンス・ザックス・マイスタージンガー芸術の中心と、文書で確認できる、ニュルンベルク最古のマイスタージンガーは、フリッツ・ケットナーである。ハンス・フォルツの下で、フォルツは1459年に、ボルムスから移り住んできたマイスターで、組合の先例遵守の旧兵を改め、 新しい調べを生み出した者だけがマイスターになれるという決まりを導入したとされる。16世紀に入ると、ニュルンベルクは人口5万人を数え、ケルン、アウクスブルクと並ぶドイツ屈指の大都会に発展する。また、マルティン・ルターが主導した宗教改革において、ニュルンベルクは第二のビッテンベルクと言われるほどのプロテスタント勢力となった。1530年、ルターは、 ニュルンベルク史産次会初期のラツアルス・シュペングラーに当てて、ニュルンベルクは全ドイツに輝く太陽だと書き送っている。宗教改革はマイスタージンガーたちの芸術にも影響を及ぼした。それまでカトリック信仰に根ざしたマリアスウケイを中心テーマとしていたニュルンベルクのマイスター家はルターの教えを広げるプロテスタンティズムの道具と言われるほどとなる。この時期に登場したハンス・ザックスは、 マイスタージンガーとして代表的な存在である。ザックスは、ルターの思想に傾倒しつつ、生涯に四千三百七十四編のマイスターが、約二千のノリトと歌など、多数の作品を発表した。上記ケットナーやホルツ、ザックスは、十九世紀、リハルト・アーグナーの楽劇、ニュルンベルクのマイスタージンガーに登場する、親方たちのモデルとなっている。マイスタージンガーの最盛期には、 ニュルンベルクの会員は250名を数えた。しかし、マイスターカに定められた、煩雑な規則は硬直化の傾向を招き、彼らの芸術は次第に生命力を欠く独創性のないものとなっていく。大航海時代と植民地獲得競争の幕が開くと、世界経済の中心は大西洋岸に移って行き、これに伴って、 南ドイツの帝国都市は衰退の一途をたどることになる。ハンス・ザックスの生前からすでに境外化の兆しを見せ始めていたマイスター・ジンガーたちの活動は規則と伝統に縛られたことに加え、内紛による揮定化が乱脈経営となって現れ、ニュルンベルク首都局は何度か歌学校の解散を命じるようになる。他の帝国都市でも事情は変わらず30年戦争を 会として、マイスタージンガー組合は、ほとんど有名無実の存在と化していた。1806年、ナポレオンによって新生ローマ帝国が解体され、ニュルンベルクがバイエルン王国に編入された時には、ニュルンベルク市の人口は2万5千人に減少していた。こうした体調の中で、ニュルンベルクでは1778年に、組合が解散する。19世紀まで、 わずかに残っていた他都市の組織も、1839年に、ウルム、1875年に、メミンゲンが解散し、これを最後に、マイスタージンガー組合は姿を消した。組合の階級は、手工業ギルドに習ってしたから、生徒、学友、歌手、詩人、マイスターの5段階となっていた。組合の活動として、歌学校、資格試験、祝祭の等で、 より合いがあった。以下に述べるのは、主として、ニュルンベルクの活動についてである。これらは、入門審査の日に、金庫役が徴収する、年会費で賄われた。16世紀後半、マイスタージンガーの歌学校会場として使われた、聖マルタ教会内部、エグバート紙編の挿絵に描かれた、ダビデオ、歌学校は、教育機関ではなく、誰でも、 参加可能な公開の歌唱コンクールである。通常年1回、日曜日ないし祭日の午後の礼拝の後に催された。組合は、自前の建物を持っておらず、宗教改革によって使用されなくなった教会など、歌学校の会場を求めて、市内各所を転々とした。歌学校を区外で開催することもあった。ニュルンベルクでは、1572年より、 南の鹿部沿いの聖マルタ教会が多く使われ、1620年からは聖カタリーナ教会が使われるようになった。歌学校は天保から始まる。開催の数日前に最年少のマイスターが会員のもとに赴き、その胸を伝える。出席できないマイスターは人を立てて理由を申し述べる義務があった。歌学校には自由歌唱と本歌唱の二部門がある。 判定本科賞の判定は、マイスタージンガーから5000により、記録係が担当した。記録係は、ハンス・ザックスの弟子アダム・プッシュマンや19世紀の歴史家、ゲオルク・ゴットフリート・ゲルビヌスによれば3名とされる。ニュルンベルクのタブラツーアでは、記録係は4名と定められており、四方に幕を垂らした机を囲んで座り、これを記録席と呼んだ。 記録係は以下の4点を分担した。ルター役聖書の文書との称号歌詞の規則違反の点検応員の書き取り戦率の確認このほか記録係は会員招集の決定や歌学校の1週間前に出場者に歌詞を提出させ、公序両族や市当局の近令に触れていないか検閲もした。歌い手は歌唱席に座って歌う。この席はもともとは 組合の重鎮のために用意されていた名称席の名残であり、当初は歌い手は着席せずに一堂の中央に立って歌っていた。記録係の始めよの合図によって歌い出し、記録係は黒板にチョークで罰印をつけていく。歌い手はゲゼッツやアプゲザングが終わるたびに休みを入れ、記録係の続けよの合図で先を続けた。原点がない場合は、 鑑賞とされる。鑑賞を含めて原点7以下であれば、マイスター家として認められた。マイスター家は、子供の洗礼に習い、名付け親2名の立ち合いの下、命名の儀式が取り行われた。誕生したマイスター歌の名と誕生年月日を記載した、マイスター家登録簿は、室に収められ、鍵役がその鍵を保管した。反則が7点を超えた場合は、 歌いそこねを宣告される。ただし、注目にさらされながら、公然と指摘されるのではなく、本人だけにわかるようにこっそり教えられた。資格試験のうち、入門審査は、聖トーマスの日の前の会合と決められており、資格要件の審査、詩と歌の基礎知識に関する口頭諮問、持ち点7での歌唱試験があった。資格要件には、マイスターに指示した、経験の有無、 歌学校への定期的な出席、酒提で会員への紹介が済んでいるか、選民でないことなどがあった。マイスターへの昇格試験は、歌学校の場を借りて実施された。ここでは紹介者による歓迎挨拶、マイスタージンガーの歴史やタブラツアーに関する質疑の後、マイスター志願者が自作の資格試験の歌を披露して判定が行われた。ニュルンベルクの組合では、 年に一度三位一体の祝日に、会員たちが、指紋東の郊外、ベルトへ出かけ、当地の教会や役場で民衆を交えて、歌の会を催す習わしとなっていた。寄り合いは、組合の運営に関する事項について、マイスターたちを酒帝に招集して相談した。また、蒸気資格試験のうち、組合加入から、詩人への昇格までは、寄り合いの酒帝がその会場となった。 タブラトゥーアは、歌学校の規則で、ラテン語で、表を意味し、数字式寄付法を表す、音楽用語タブラチュアからその名が取られた。タブラトゥーアは、各都市により違いがある。確認できる最古のタブラトゥーアは、1540年に、ニュルンベルクで定められたものである。ニュルンベルクのタブラトゥーアには、他に、ザックスの弟子アダム・プッシュマンが記した1571。 74年版も残っている。ニュルンベルクのタブラ・トゥーアには、序にあたる歌の起きて、それに続く一般的規則、原点対象となる33の禁則が記されている。マイスター・ジンガーの主刑は、バール形式による。バールは、A、a B の三部構成が基本となる。複数行からなる、施設 A をシュトレンと呼び、シュトレンを二つ並べることにより、行数、因率 応印パターンとも同型の AA をアウフゲザングと呼ぶ。施設 B はそれまでとは異なる形でアプゲザングと呼ぶ。歌全体はバールの3連、時には5から7連で構成する。また、ゲゼッツは施設のまとまりのことである。なお、アウフゲザングを指してゲゼッツとする場合もあり、ニュルンベルクのタブラツーアでは AAB 構成によるバールをゲゼッツとし、 自然体をバールと称するなど、この後の用法に関しては、曖昧さが見られる。シュトレンとアプゲザングの行数規定については、諸説あって一致しない。ただし、ニュルンベルクのタブラトゥーアには、名文規定がないものの、6行以下は、過小の調べ、全体で100行を超える詩は、課題の調べとして認められなかった。詩の性格は、陰律と応印によって決定される。これらの要素には、 様々な名前が付けられている。こうした、韻律、応音による詩に音楽旋律を付けた、マイスターの調べは、歌詞や譜面を見ずに単旋律で歌われる。二つのシュトレンは、同じ旋律によって歌うこと、また、マイスター歌の一行は、息継ぎなしで歌われるため、13音節を超えては、ならないと定められていた。ありがとうございます。